はい、皆さんこんにちは、藤本です。今日はですね、歯ブラシをこう磨いてたらね、そう噛むんです。こう噛んでもいいんですか、歯ブラシ噛んでもいいんですかっていうこの質問に、お答えしようと思います。まあ、結論から言うとね、まあ、ダメです。はい、理由がね、2つあるんです。2つ、歯ブラシをこうガジ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 って噛んで、こう歯磨きをさせているんです。このね、2つ、まず1つ目、まあ、そもそも磨けてません。磨けてない。ゴシ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 やっても、要は汚れをこう歯ブラシがこうゴソッとゴソッと落として初めて歯磨きになりますので、噛んだところでこれ何も汚れと落ちないんですよね。まあ、1ミリも落ちないと言われたらまああれですけども、ある程度つくかもしれないですけども、まあ、きちんとしたケアができているかって言われると、全然できていない状況になってきます。これが1つ目。まあ次2つ目、2つ目が、これ噛む癖つけるとね、ややこしいんですよね。ややこしい。次磨こうとしたときに、やっぱワンちゃんからしたら、あ、これ噛んでいいおもちゃが来たんだなーっていう風に来るんですよ。こう噛む癖をつけてると。なので、あ、噛んだらダメなんやって。で、歯ブラシ持って、よし、じゃあ磨くぞってなったときに、こっちは、噛ませるつもりなくてやるんですけど、ワンちゃんからしたら今までの経験で、あ、噛みつきたーってなるんで、めっちゃ磨きにくいんです。はい、なので、まあ、ガジ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 噛ませて、あ、なんか歯磨きした気になるっていうのも、意味がないことですし、だし、やっぱり次めちゃくちゃめんどくさくなるんで、ちゃんとしようとした時に、なので、まあ、噛ませないようにする工夫っていうのはすごく大事になってきます。はい、という形でね、うち噛ませたらって方はもう今日からぜひやめていただいて、少しずつ磨く練習していきましょう。はい、という形で、またね、明日も配信していこうと思いますので、楽しみにしていただけたらと思います。またチャンネル登録とか、いいねのボタンも押していただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。では、また明日お会いしましょう。藤本でした。